いやちょっとさ、はい、今日は雰囲気違うよね、はい、ニュースキャスターみたいじゃない俺。うーん、なんかなんとなくなんとなく、うん、まあこんなに暑いしですよ、うん、まあ外歩き回るのも干からびちゃうということでインドア企画、はい、え、まあ俺が影響を受けた革ジャンの着こなし、うん、もしくはみんなに知ってもらいたい、ね、こんなかっこいい着こなしあるんですよっていう、まあ著名人たちのね革ジャンの着こなしを見ていこうかなと。俺もいろんな人の影響を受けました、はい、高校時代卒業式私服でした僕。その時はトンボが流行ってたのでね、長渕のダブルのスーツ、腰がキャッと締まったやつ買いましたが、革ジャンとなるとやっぱりね、長渕さんの影響も特に受けてないんですよ。へー、うん、いろいろね。なんでちょっといろいろと俺が今までどういう人たちのこう影響を受けてきたのかね、今の俺を形作ってる、うん、まあレジェンドたち先人たちのねちょっと着こなしを見ていきたいなと思うんで、でも今日はでも暑いからハイボール飲みながらやらせていただきます。外はもう35度超えでしょ多分ね。え、今日暑い暑いよね。その中で革ジャンの話するんだからさいや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 本当にね頑張ってね、ちょっと秋に向けてですよ、皆さんのちょっとこう参考になるような話をしていきたいなと思ってますんでね、ちょっと今日もお付き合いよろしくお願いします。俺が、はい、よくねライトニング紙面でもそうですし、うん、このレザーチャンネルでもそうなんだけど、うん、まあ革ジャンの影響を受けたのはブルース・スプリングスティーンですってよく言ってますよ ね、うん、言ってますね。なんで今回出てきます。そうだけど俺ね今回この企画をするにあたって自分のルーツを掘ってみました。そうね、多分ね小学、まあ、中学校、うん、まあ、だから具体的にどの革ちゃんを買うとかっていう感覚の前にですよ、あ、革ちゃん着るのっていうのはこういうことなんだっていうのを教えてくれた方、ほほ、それがこれ優作先輩です。ほほ、なるほど、ね、松田優作先輩はですよ、まあ、いろんな映画あります、うん、ね、でこの人も芸達者っていうかさ、演技力もすごいし、もう存在感もすごいじゃないですか。だからそのレザーのこうジャケットだテーラードみたいの着てた時もあれば、こういう革ジャンですね、いわゆるね、うん、この時期っていうのは昔ね、の広告とか見ると革も角じゃないですよ、火の方を使ってたりするんですね、革ジャン、まあスキンの方ですよ、はいはいはい、うん、まあそういうカルチャーがあって、まあ、だからこれはどこのブランドか分かんないです、うん、ね、今着てたらですよ、うわやっべダセと思われるかもしれないけどいいんです。だから革ジャンっていうのは着る人間によっていかようにも変わるということを教えてくれたのが優作先輩ですね。いや、かっこいいですよね。かっこいいでしょ、うん、ね、だからさこれさよく見て革パンなのよ。あ、本当だ、うん、レザーオンレザー、やばいやばいでしょ。でタートルネック、うん、多分ねこれラムスキンあたりなんだと思うんですけど、この革ジャンはね、はいはい、もうだから優作先輩のに関してはですよ、どの革ジャン着ててもいい、なるほど、かっこいいということですね、うん、これがまず、まあ、なんていうの、俺のオリジンかもしれない、もしかしたら革ジャンへの道の、革ジャンへの道の本当の第一歩ですね。お、うん、あ、革ジャンを着るっていうのは男っぷりを着ることなんだということを教えてくれたのが松田優作先生。なるほど、うん、じゃあどんどんいきますよ。ほい、はい、これです。うわ、ね、よく皆さん知ってると思うのがボーントゥーランって言ってね、あのこうサックス吹いてるそのね、奏者のところにこういう風にやってるっていうあのがあるんですけれども、俺が一番好きな写真これ、ブルース・スプリングスティン、ブルース・スプリングスティンです、すいません、もうみんな知ってるもんだと思うんですね、ザ・ボスと言われてる男ですね、まあ、アメリカロック界のレジェンドです。かっこいいですね、うん、これはそのボーン・トゥ・ランの時に着ていたものと同じ革ジャンなんですけれども、よくね皆さんね、これがワンスターなんじゃねえかってショットの、うん、あ、違うんですか、ね、違います、これじゃ見えないんですけど、これ実はツースターです、
ね、うん、星が2つあるんですよ、うん、他のいろんな写真今回ちょっと紹介あのここでは紹介しませんが、で後ろを見るとキドニーパントのところにスタッツっていうかね、そういうあのあるんですよ、あのリベットが、そういう仕様があって、で一番違うのはこれですね。こういう風にやった時にここに来るっていうワンスターはないです。確かに、うん、なんでこれはワンスターではない。じゃあ何かっていうとですよ、俺昔考察しました。多分あのモンゴメリーワードがやってたウィンドワードっていう、まあ、ストアブランドのモデルなんじゃないかと。2スターがあって、でロックミュージアムに、アメリカのロックミュージアムにこの革ジャンが飾られてるんですよ。そうなんですか、うん、で裏地が赤いサテン地の、 あのキルティングなんだけど、うん、この人全部入れんのよ。入っちゃってるんだけど赤が残ってるのね。ほうほう、うん、ということはそのヴィンテージも見たことがあるんだけど、おそらくこれだろうと。見に行ったんですかそれを。それは写真でね、ずっと、まあ、行くことはできなかったんだけど、うん、見たんだけど、でウィンドワードのヴィンテージは見ました。これ今ジェラードがレブルジャケットっていう形で、うん、あの復刻してるものです。あれなんですか。それがおそらくこれです。なるほど、うん、なんでね、このさ首周りのさちょっとストールっていうか、この巻き方とかがさ超かっこよくないね。超かっこいいですね。だから俺この着方っていうのは誰でも真似できるじゃん。でニットキャップなんてさ皆さん持ってると思うわけ、うん、ね、大したことやってないですよ。ね、これ中は何着てるんですか、うん、T シャツかな。黒 T シャツか、若干ニットっぽいですね。丸首の、うん、丸首のニットっぽくて首に巻いて、だからちょっと首だらんとしてっていう感じ、はい、これはねすぐにでも真似できると思うんで、ぜひね皆さんにやってもらいたい。これってちなみにズボン何履いてるんですか。この時はね多分ね分かんないんですよね。多分もしかしたらこれね軍パンツ、あカーゴパンツ、軍パンかもしれないです、ね、そう前なんかライティで見たかな、うん、軍パンとライダースを合わせるっていうのもよくね彼やっていて、うんうん、ライブに出てるんですよ、うん、なんで多分ね軍パンだと思う。これポケットフラップだと思います。これほうほうほう、うん、あいわゆる6号みたいな。そう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 だと思います。ちょうどドンズマの世代なんで、あそうか、この写真を撮ったのが多分70年代そこそこっていうかね、ベトナム戦争の時、うんうん、まだっていうなんで多分そういう時期なんだと思うんでね、ちょっとね皆さんね、このこれは俺が本当に好きな写真ですね。いやかっこいいと思う。かっこいいですよね。ちょっといろいろ見ていきますよ。はい、これね、ブルーススプリングスティーンは、まあ、さこれもブルーススプリングスティーンですね、うん、あのセブンティーズ、まあ、例えばイーストウエストだったり、うん、そういうものも結構着てると、うん、まあその一つの着こなしのね、これもまた違ってかっこいいですね。かっこいいですよね。だからこの頃ってやっぱさブルーススプリングス細いんだよ。今もマッチョになってますけども、うん、うん、細いからすごく似合うじゃん、うん、でまたさこのデニムのさ、うん、この昔っぽい色落ち見て、なんかこう存在なさレギュラーっぽい、うん、これがまたかっこいいじゃない、ね、ブーツカットですか、ストレートですか。ストレートっすね、これ多分ね。そうですね、ストレートか。ストレートですね。なんであえてこういうのを着て、ちょっとスクエアトゥーのなんかリングブーツみたいなブーツ履いてますけどもね、うん、こういうのもだから彼って結構革ジャンが好きで、うん、さっきみたいな、まあ、いわゆるそのウィンドワードみたいなね、うん、やつだけじゃなくて、はい、Dポケも着てる写真も残ってたりするわけで、こういうのもあったりしてね、結構だから革ジャンのイメージが強い、うん、革ジャンプラスデニム、もしくは革ジャンプラスカーゴパンツっていうのが彼の定番だったんで、これなんかはねもう U ネックっていうかダラーンとしたものに、でセブンティーズのこういう細いやつっていうのは下ゴテゴテシャツ着るよりもこういうシンプルな方がいいんじゃねえかなと、なるほど、うん、いう感じなのね。これね、あの実際の写真は赤茶です、革ジャンはね。赤茶の赤茶、もうすごい結構パーンとちょっと明るい感じの茶ですね、はい、こういうのもねいろいろね、だからブルーススプリングスティーンは俺にいろいろ教えてくれたと。小川さんの影響、小川さんの影響じゃない、小川さんに結構ちょいちょいそういう意味では、そう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 、そうなんだから彼ってシンプルだから、うん、そのね着こなしはねすごく僕に多大な影響を与えてます。じゃあ次見てみましょう。はい、出た出たね、よく俺らより上の年代の人っていうのは、いやイージーライダーかっこよかったよねって皆さん言うんですけど、
俺全然かっこいいと思わないです見ました、面白いですよ、まあ、いわゆるアメリカンニューシネマみたいな感じのね、ちょっと意味も分からずちょっとアシッド系っていうか、だけどあのキャプテンアメリカのねこのラインが入ったっていうのもいいんですが、これをですよ、このハーレー・ダビッドソン&マルボロマン、でこれがハーレー・ダビッドソンです、ミッキー・ロークですね、であっちがドン・ジョンソンね、であのマルボロマン、はい、もうだから逃げ場のないアメリカ映画なわけですこれを初めてですよ、当時付き合ってた彼女と映画館で見に行った時に感動したわけ、かっけえと思ったわけよ、バイクの免許のない俺がですよ、ね、それでどこに売ってんのかもわからない、当時だってネットもないですからね、俺がねまだ大学に入れたてぐらいの時だと思います、90年とか時に、90年90何年かな、わかんないけどちょっと覚えてないですけど買いましたよ。何を？革ジャン。あ、革ジャン。なんかね多分これを模して作ったどこのブランドかもよくわからないような革ジャンがですよ、当時あって上野のバイク街で売ってたわけですよ、うん、うん、それで買いました。革ジャンなんですね、このベストじゃなくて右の。そうなんですこっちはどっちかというとウエスタン、うん、こっちバイカーじゃないですか、はい、これがかっこよかったけど、さすがにですよセットアップで着る勇気はなく、でねこれ足元見てください、これショートエンジニアなんですよ。本当だ、うん、でもうねスチール2が見えてる、かっこよかったですね。でこれと合わせてですよ、俺は当時チペワの、うん、ショートエンジニアを買ったんです、うん、かっこいいなと。いいですね、ね、でこの革ジャンじゃ今どうなったの、昔は来ました、うん、ね、来て電車乗りましたよ、お、うん、バイク持ってねえから何なんだあいつっていう顔で見られましたが、今は編集部のねシートカバー乗ってます、座席の、座席の、座席に着せてますずっとかかってます、ずっとかかってます、知ってます、うん、なんでね、いや思い出深いっていうか、あこういうのってかっこいいよねって、まあレーシングジャケットですよ、いわゆるこれだからワンピースをぶった切ったような感じなんで、すげえ丈短いです。あ、そうなんですね、うん、なんですがこれもまあミッキーロークのかっこよさと相まってですよ、うん、俺にちょっとこうレーシングジャケット、まあスタンドカラーの目覚めでしょうね、はいはい、俺にとっての、うんうんうん、というのを教えてくれた大切な映画ですね。あ、じゃあこれが後の J100 とかにつながるってことですか。多分そうでしょうね。だから J100 の原点です、俺の中で。ある意味。うん、ある意味。だって俺 J100 パデットも持ってるからね。もう完全そうです。うん、この右の、マルボロマンのベストは、はい、これは別に関係ないんですか。これ関係ないですね。うん、これは関係ないです。うん。もうこの映画を見た時に、友達同士ですよ。どっち派かっていうので、大体思考って分かれるんですよ。まあ、俺ハーレー派でしたけど、俺の友達マルボロマン派で、やっぱりどんどんウエスタンの世界に行った人もね、行ってそこでたもとを分かった友達もいますさよならっつって、お前そっちねっつって、俺こっちだよっていうね。だからまあアメリカのね、いろんなまあだからドンズバのこうスタイルを教えてくれるという貴重な映画なんでね、今もサブスクでもあると思うんで、ぜひちょっと見てもらいたいなって。かっこいい、面白い映画です。うん、面白い映画です。じゃあ次行ってみましょうか。はい、お、はい、出た、これですね。これは、うん、木村の拓哉さんでございます。でこれはもう若者のすべてっていうね、まあ俺らぐらいの年齢の人だったらみんな知ってると思うんですが、当時ね、まあこれキムタクが何を着てるかっていうと、エアロレザーのハーフベルテッドっていうモデルですね。今ねハーフベルトって言うんですけど、当時はハーフベルテッドって言ってた。これを着てエンジニアでしょ、うん、でデニム、うん、ね、もういわゆるなアメコ、もう俺ですよ、うん、俺ですということでですよ、当時、まあ、90年代です、俺まだ学生でしたね、伸ばしましたよ髪、うん、ね、見て、そう、髪の毛伸ばして同じ格好してました。当時渋谷であったスラップショットっていうところにですよ、これ売ってて、でこれホーウィンのね、エアロレザーっていうのはホーウィンの馬が使ってるんですけど、今はそんなことないけど、当時ほんと硬くて立つわけよ立っちゃうわけ、はい、全然馴染まない。ただ俺ね、その時のドラマのイメージが
覚えてなくてあんまり、うん、どうだったんだろう、そんなにカチカチ した感じでぎこちない動きをキムタクしてたのかな、うん、分かんないから買いました。これ若者のすべて DVD ボックス、それを調べるためにですよ、うんうんうん、そしたらすげえこなれてるわけ、よまぐみ着込んでるんですか、着込んでるかスタイリストがすげえ頑張ってもんだかのどっちかだと思う、うん、でも確かにこの写真見ても結構着込んでる感あります、ね、着込んでるのよね。で本来エアロレザーってもっさいっていうか太いんですよ、腕とかも、うんね、だから STF っていうモデルが出る、スーパータイトフィットっていうのが後で出るんだけど、この頃ってそれがないので、もしかしたらですけど、でもそんなに太く感じないわけ。だからそれはキムタクがかっこよすぎてどんな太さでも似合ってるのか、もしくはちょっと加工してつまんでるのか、あ、いじってる、うん、これはねリアルに真似しました、この格好ね。かっこいいですよね。かっこいいです。だから皆さんね、興味ある方で、あ、それ懐かしいよねっていう方も見てもらってると思いますし、見たことないって言うんだとしたら、ぜひね、この若者のすべて見てください。これって川崎のね、川崎に住むの工業地帯に住む、川崎だった。そうです。若者たちがわちゃわちゃする話です。ね、簡単に言うと、うん、まあ青春群像ですね。うん、だけど。例えば萩原雅人出てるんですけど、M65 フィールドジャケット着てたり、ウェップジャケット着てたりする、ね、ウェップをちょっとオーバーサイズで着てたり、あとね武田真治がピーコート着てたり、アメカジのオンパレードでございます。なんでね、ちょっと皆さんこれは見てもらいたい、うん、いいですね。そうなんです。深津絵里とかね、鈴木杏樹もまだ若くて非常に綺麗な、うん、楽しめる、いいと思います。だからつなぎとかも出てきた、本当にね、アメカジがどんどん出てくるんで、スタイリストさんも好きだったんじゃないかなと思いますね。なるほど、うん、なのでちょっとこれはね本当にリアルに、うんうんうん、革ジャンに目覚めた後にリアルに影響を受けた。なるほど、うん、ですね。ルーツはどこか、これね、おそらくレッドウィングじゃねえかなと思うんですけど、デニムは WX ではないです。お、うん、で彼の設定で部屋が何にも簡素なんだけど、そこにポンと置いてある雑誌がブーンっていうね、うん、時代感を感じるでしょ、うん、そういう細かいところも見どころでございます。じゃあちょっと次いってみますよ。はい、うい、はい、河本大翔さんでございます。もう河本大翔さんはだから今でもずっとやってるでしょ、もうレジェンドですよね、クロマニオンズだなんだとこう、うん、で今でもずっと革ジャン着てて、英国ライダースのイメージがあるじゃん、例えばルイス666、そういうのを着てて、今の写真もあるんですが、俺が好きなのはっていうか、やっぱブルーハーツの時に見た彼らのこう衝撃かといってですよ、俺がもう悲観にしてんのはドラムのカジ君の影響ではないんですが、本当にねかっこよかったわけですよ、うん。でこの時ってね、これダブル着てますけど、これはアメジャンですね、どっちかっていうと、なんですけどレザーのコーチジャケット着てたり、いろんなレザー着てたりするわけ、うん、で軍パンも履いてたり、まあ、トレインだったり、いろんな、例えばこう PV 見るとね出てたりするんですが、だからこれは本当に影響を受けたっていうか、髪型もねちょっとこれは違いますけど、金髪の坊主みたいな、うんうん、ありましたね、してたでしょ、しました。私も中学高校ぐらいかな、うん、中学の時かな、して街で歩いたわけ、もうそしたらさ、少林寺木人拳みたいにいろんな人に絡まれたという、うん、なかなかね、昔の街では怖かった、そう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 。だけど本当に影響を受けて、彼が U ネックを教えてくれたんですよ僕、うん、で何かの本で紳士用ユークビ T シャツ、まあだから軍勢とかですね、グーってなるでしょ、ワイシャツの下に着る、はいはい、ああいうのを着てるっていうのを聞いてずっと着てたわけ、はいはい、でも本当に胸も開くじゃん、で確かにその胸詰まってる、首が詰まってるイメージないでしょ、うんうん、だからそれが今でも俺の U ネック好きになってるわけ、なるほど、だからハイウェイナインだったり何だったり T シャツは全部 U ネックにして、まあそこまで深くはないですけど、はいはい、っていうのは全てか、なるほど、うん、
に教わった。だから決まったくてそうですよね。なんかそう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 。うん、でダラダラなのよ。はいはい。なんかそんなもうのビローンと伸びて、それがかっこよかったんだよね。うん。で細いからさ、編み上げのさ、そのドクターマーチンみたいなそういうブーツとかも似合うし、なんですごく憧れでした。だから今でもやっぱ彼の格好っていうのは真似するっていうよりも多分染み付いてるんだろうね、うん、この年になっても、はい、っていう感じなんでね。ちょっと河本ヒルトさんはちょっとこう欠かせない。でもかっこいいですね。かっこいいですね。だから何を着てるのかは正直わからないですけど、これはどっちかっていうとやっぱりアメリカですね。かっこいいですよね。うん、なんでちょっと次行ってみますよ、はい、次々に。おい、お、泉谷茂さんです。俺ね、泉谷茂さんが好きでですよ、うん、昔町田でね、ギター持って歌ってた時代があるんです俺、大学時代、全然上手くないんですよ、コードストロークで。だけどそれは何でできたかっていうと、泉谷茂さんが当時フォークゲリラっていうのがありましたね、その新宿のね、そのベトナム戦争反対みたいな、そういう時に3コードしか分かんねえのにそういうところで歌ってたっていうのを聞いてですよ、勇気をもらったと、うん、いうので、で俺フォークの人たちが好きで、でその若い頃っていうよりも、例えばこう年配になって、この人結構革ジャン着るんですよね、うん、例えばちょっと次の写真見てください、これね、あの町間親方が着るようなターコイズブルー、でもさすごくシンプルなんだけどかっこよくないですか。かっこいいですね、うん、これもそうですし、うんうんうん、だからどこのこの人の着こなしっていうのは大体 T シャツに革ジャンなんですよ、うん、で頭にハットかぶったり、レザーのポークパイとかもかぶったりするんだけど、この時はまあちょっとバンダナっていうかタオルっていうかね、なんつうの、あのこういうのやりますけども、こういう感じがすごくかっこよくて、でこのさ無造作な感じのあのデニムの太さだったり、なんかねこれは年配の人、うん、例えば俺もそうです、もう50過ぎてますけども、例えばこれを見てくださってる方でちょっとこのまあおっさんと言われる年齢の人は、このサイズ感をちょっと見てもらいたいなと、うん、なんかこのデニムも太いしちょっとルーズなんだけどだらしなくなるギリギリっていう、うん、うん、かっこいいなって。もうこれはね、もうこのままこの時代まで生きてきたこの人間の色気っていうのがあるんで、誰もが真似できるものじゃないとは思うんだけど、このロールアップとかもさ、いいじゃない。多分これ耳ないんだよね、うん、多分耳ないデニムだと思うんだけど、そんなの関係なくさずっと履き込んでる感じっていうのがかっこいいなって、こういうのも含めてね。いいですね、結構クラッシュデニム好き、クラッシュ系ですね。だからこういうのは、だからおっさんになったってクラッシュって結構似合うんだなっていうのを教えてくれるっていうか、で黒い革ジャンのインナーに赤い T シャツとかそういう色を持ってくるっていうのもね、うん、いろいろいいなと。かっこいい、うん、そうなんです。俺一回取材したことがあって、泉谷さんもね、もう感動しまして、一緒に写真撮ってもらいましたけど、そうそう、大好きな、実はね俺このベストもう泉谷さんの影響なんですよ。あ、そうなんですか、うん、マルボロマンではなく、マルボロマンではなく、泉谷さんが T シャツの上にこうで黒いねベスト着てライブとかをやってる、ライブ DVD 結構持ってて、確かにそんなイメージで麦わら帽だったり、例えばポークパイだったりこうやってやってて、かっこいいなで、 T シャツ上に無造作に、うん、うん、そうあ、こういうのもありだなと思って、だからそういうのを泉谷さんに教わったという感じ。だから実はね、泉谷さんってそんなに皆さんの中で革ジャンのイメージないとは思うんだけど、はい、実は俺の中ではすごくこう大切なっていうか、うん、人なんですよね。なんかこういうかっこっていうかね、そういうの影響を受けたという感じ。じゃあちょっと次々見ていきますよ。はい、うい、はい、誰ですか。あのおじいちゃん、右側のチャック・イエガーですね。ほう、はい、実物、この前死んじゃいましたけども、うんうんうん、で左側、これサム・シェパードです。まあ知ってる人は知ってる、この映画ライトスタッフの撮影時に撮られた一枚で、このライトスタッフっていう映画が大好きでいろいろ見てるんですけど、このサム・シェパードね、あのチャック・イエガー役をやったサム・シェパードの A2 の着こなしが好きで、うんうんうん、ね、これを今回乗っけたという。これ A2 着てる、ね、A2 着てるんです。で襟立ててるんですよ、劇中でもずっと。ただね、多分劇中のやつは台襟がないんです、う
だから代理がないから襟立ててもそこまで死神博士にならない。まあ、結構でかいんですけどね、はいはい、うん、で実際のチャック・イエーガーは何着てたかっていうとモナークっていうコントラクターのものを着てたっていうふうに言われてるんだけど、これに関してはね、まあ、そこまで忠実にやってるかどうかは分からないんだけど、とにかくかっこいいと、うん、だから A2 の着こなしで下はシャツ着ててね、うん、でこういうので乗馬してで落馬するわけです。で落馬して骨を折ったんだけど、次の日に、まあ、映画の中ですよ、このベル X1 っていうので音速のチャレンジをするという、まあ、そういうストーリーがね、うん、あるので、興味のある人はぜひ見てもらいたいなと。かっこいい映像、まあ、だから途中からですよ、ずっと宇宙服になるんで、でサムシェパードも出てこないんで、それはもうすっ飛ばしていいです。最初の音速超えるまで、はいはい、うん、が俺は大好き。A2 の着こなし、A2 の着こなしも分かるしっていう。基本この格好なんですか。基本この格好です。チノパン、チノパンですよね。そうですね、チノパンにっていう。シャツ、シャツに A2 という、はい、いう感じなんでね、飛行機好きもすごく楽しめるし、宇宙好きも楽しめる、いろいろ楽しい映画になってると思うんでね、見てもらいたいっていう感じですかね。じゃあ次。はい。はい。おお。もうね。マーロンブランドでございますですね、うん、多分まあこれ見てる方はほとんど知ってるんじゃないかなと思うんだけど、知らない人のために言いますとですよ、うん、まあどんな写真かっていうと、うん、まあ、マーロンブランドが出た、まあ、暴れ者、うん、まあ、ザ・ワイルド・ワンっていう映画のスチール写真です、うんうんうん、今だったら革ジャン、デニム、ブーツ、うん、もう三種の神器みたいになってますけども、それを初めて不良のアイコンとしてこうファッションとしてねっていうか使ったというのがこの映画のこうすごいところで、この映画がすごく流行ってですよ、若者の間で。それでイギリスにも波及して、でルイス・レザーズがですよ、サイクロンとか、まあ夏のブロンクスを作るという、まあこれはね、俺が影響を受けたっていうことよりも、まあ、一応その革ジャンの着こなしをいろいろこう喋るにあたってですね、まあこれぐらいは知っとこうよと、うん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 、でこのロールアップだったりね、このエンジニアだったり、うん、ちょっとハングロールっぽいですね。ちょっとハングロールっぽいですかね。ちょっとかかっちゃってるのかもしれない。ただまあでも王道ですよね、うんうんうん、でキャスケット、うん、なんでまあこれはね、ちょっと皆さん覚えておいてと。まあちょっと俺、うん、リアルじゃないんで、まあそうっすね、この時代は、うん、ライトニングに入ってから映画見たんですけど、まあ映画はつまんないですスピード感がない、うん、っていうねのなんですが、まあぜひね、ちょっとこれはだからアメカジファンだったら一回見といてもいい映画なんじゃないかなと思います。じゃあ次、ほい、これお俺前にね、うん、ライトニングの紙面を作る時にいろいろ写真を探しててですよ、うわかっけーこの写真何と思ったら、やっぱり役者でした、グレゴリー・ペック、ローマの休日に出てる人ですね。この人身長190センチあるのよ。そんなでかいですか、うん、でこれはどんな写真かっていうとですよ、あの頭上の鉄器っていう映画、まあその太平洋戦争の時の映画、アメリカ映画なんだけど、をベースにした映画なんだけど、その時のスチール写真ですね。うん、かっこいいでしょ。かっこいいですね、うん、A2 ですよね。そう A2 です。だからこういう風にちょっと彼もさ、襟立ててるじゃん。確かに襟を立てたいんだったら大襟なしの A2 の方がいいですよ、うん、これはないですね。ないですね。大襟が、大襟あるとやっぱその分高くなるから、ガッと本当にでかくなっちゃうんです。なるほど、うん、なんでこの着こなしはちょっと本当にかっこいい。できるかどうかはちょっと置いといてですよ。パンツはこれ何、このチノとかチノなのかな、ちょっとウールパンツっぽいですけどもね。これ画像が荒れてっからそう見えるのかもしれないけど、まあこういう着こなし、うん、うん、バイク乗りの方もだってちょうどゴーグルもかぶってるしね、いいですけど、あこういうのっていいよな。だから A2 っていうのはさ、ライダースと違って、まあライダースもねそんなのはないと思うんだけど、結構年配の方にも似合いやすい、うん、うん、なんでちょっとこういう着こなしをかっこいいですね、うん、参考にしてもらえたらなと思います。
ちょっとねこういう歴史的な写真がいろいろ、これジョン・レノン、俺の大好きなジョン・レノンも俺知らなかったんだけど、ジョン・レノンがダブルライトハウスを着ていたというのをね、昔こうライトニングやりながら写真を探すんですよ、やっぱりいろいろ紙面で、おーと思って保存してたんだけど、今最近ね俺この丸メガネあるじゃん、丸メガネのグラサンを作ろうと思って、ディグナかなんかで、うん、なんでねちょっとそしたら俺多分ジョン・レノンになると思います、うん、かっこいいなと思って、このやっぱりさクッタクタじゃないね、すごい味出てる、すごい味出てんのよ、この皮のさ繊維な感じがすごく出てるでしょ、すごいかっこいいなと思ってる時よくこの写真がすごい好きでね、ライダースですよね、ライダースっすね、なんかだからスポジャケっぽいかなと思うんだけど、スポジャケって大体エポレットないんですよ、だからこれライダースっすね、うん、なんででもちょっとこういうのってありかなと思って、かっこいいですね、うん、だからちょっとダブルライダースにこう黒い丸メガネっていうのをね、うん、ちょっと今年合わせてみようかなと、うんうん、思ってますね、ちょっといろいろ見てみますよ、はい、うん、はい、お誰ですか、アンディ・ウォーホルですね、アンディ・ウォーホル、アンディ・ウォーホル、まあアーティストですよ、うん、これね別に俺この格好から影響を受けたわけじゃないんですが、まあいわゆるダブルライダースじゃないですか、これよく見てください、うん、これダブルのね、うん、スーツの上に着てるんですよ、あ、本当だね、でしょ、あ、こういうのってありなのみたいな、うん、思ったわけで、これ前に紙面でも紹介してるんだけど昔にね、うんうんうん、だアーティストだからさもう自由じゃん発想が、そうですね、うん、でまたさこのさダブルのさスーツがさ時代感感じるじゃん、いいっすね、うん、嫌いじゃないので、ダブルのスーツの下にこのストライプの T シャツ合わせかねだけど結構さやっぱファッションって自由なんだなっていうか、うん、まあ彼らはやっぱアーティストだから ね、 そうですね、だから例えばですよ、ちょっとジャケット着る人が、うん、もう当然着丈なんか合いませんよ、ジャケットと革ジャンは、だけど上からふわっとこういう風に羽織るのもありなんじゃねえかなと思って、確かに、うん、かっこいいですね、かっこいいじゃない、だから例えばサラリーマンの方がですよ、まあ普段はスーツなんだけど会社行くまでの上にちょっとこう変わライダースをオーバーサイズ、勇気いりますね、うん、だけど羽織ったもん勝ちです、かっこよくない、うん、おっつってね、だから一回やってみるっていう、鏡の前でね、うん、だってウォーホールやってんだから、だから会社に行くまではいいじゃんグラサンかけたって、こういう風にね、うん、会社に入るまでタイムカードを押すまではあなたの時間なんですということでですよ、こういう風な形でちょっとねこう尖った感じで出社してみてはいかがですかというのをメッセージを伝えたかったから、なるほど、うん、この写真、はい、はい、というわけでですよ、今日はちょっと趣向を変えてまあ俺が影響を受けた革ジャン着こなし、もしくはちょっとあいいなと思う着こなしのねこう写真をこう集めて紹介しましたけどもね、皆さんいかがだったでしょうかと。ここのスタジオはですよ、いろいろ使ってるんだけど、今回こうテレビあるじゃん、うん、俺ね思ったわけ、皆さんの革ジャンの着こなしを送っていただいてここでチェックできる、ああなるほどね、とかなんか一緒に楽しめるじゃない、はいはい、こういうふうに YouTube で、うん、なんか今後ねこういうそういう企画もありかなと、おおいいですね、思ったわけ、なんか送ってもらいましょうか、送ってもらいたいですよね、どこに送ってもらいましょうね、どこに送ってもらいましょうか、なんかインスタかなんかとかでとかなんか DM でもらいます、ハッシュタグ、ハッシュタグ、あそれいいですね、うん、ハッシュタグ、うん、何しましょうか、わかりました、うん、ハッシュタグ、うん、モヒカン革ジャンコーデで自分の格好を上げてください、はい、そしたら拾えるじゃない、そうですね、うん、そしたらそれがある程度たまったり俺がね、おっと思ったらここで紹介します、動画で、うんうんうん、ここに出てます、ハッシュタグモヒカン革ジャンコーデ、ドーン、多分坂本 D が出してくれると思いますけどもね、うん、そういうので別に今すぐあの
と取り下ろしてもいいし、過去に、ね、撮ったやつでもいいですし、うん、過去に撮ったやつに変えられますもんね、うん、ハッシュタグ後から追加もできます、ね、あ、できますできます。だからそういうのでいろいろ送ってくだされば、いろいろとここで紹介する、それいいですね、うん、というのでね、ちょっと皆さんね、うん、インスタでいろいろとこうご自身のね、うんうん、アカウントからこう上げていただければと思います。いや今回はね、初めてこういう形で楽しかったね、うん、なぜならば好きなことしか喋ってねえからだ、うん、じゃあいつもはね好きなこと以外喋ってるからさ、そんなことないんだけど、本当にちょっと自分の歴史をたどるような感じですごく楽しかったっていうので、まあ確かにね、俺の着こなしとか参考にする人たちっていうのは偏りがあるんでね、参考になったかどうかは分かりませんけれども、ぜひちょっとこれを見てね、ああいろいろあるんだなと。で例えば若者すべて見てみようかなとか、松田優作の映画もう一回見返してみようかな、ライトスタッフ見てみようかな、いろいろね、あったらちょっとこう嬉しいかなと思います。いやー皆さんね、暑い日も続きますけれどもですね、今日の動画はこの辺でね、もうこの後はですよ、この動画見終わったらゆっくりお酒飲んで自分の時間をお過ごしください。何せ暑いんで、この中も超暑いんです。なんでね、本当に今日はありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さよなら。